正行神道流とは、山本民左衛門の英早が創始した柔術の流派である。殺活術に優れていたと言われ、天神師に要流の元になった流派の一つである。山本民左衛門の英早は、大阪同心であり、要心流を、萩原豪衛門元吉より学んだ。山本民左衛門のは、要心流の形を、初段、中段、上段の三段階にまとめ、 法暦年間に、正幸新刀流を創始した。後に、江戸に出て、道場を開いた。二代目は、豊武丹、タ康信が継ぎ、サ活の術の名手として名高かったという。三代目を継いだのは、本間マ・ジョーエであり、新刀一新流開祖櫛渕野平より、剣も学び、吹雪三徳とも名乗った。本間の門下から、天神師に洋流を開いた。 いっそまたえモンせ足が出ている。初代、二代のいずれかの時点で当時大阪を中心に広まりつつあった、堀田頼りやす、滝野有権の紀藤流と交流があったと思われ、紀藤流の伝書や術理が一部取り入れられている。一説によると、滝野有権は、堀田頼りに入門する以前に、山本民左衛門のの門下で、正幸新透流を学んでいたとも言われている。 初代から三代まで江戸で柔術を教えていた時期があったと思われ、全国的に広がった。明治、大正、昭和と柔道と編集される傾向が多かったと言われる。昭和末期平成初め頃に免許改伝者は絶えたようである。系統によって体系が異なるが、柔術は主に初段、中段、上段の三段からなる。その他に、縄、旧書、当て身、活法、 生骨などが伝わっていた。ありがとうございます。